あれ、はっちゃん実は全部見てます。ピカクロスさん、はい、あなたですか？今日は因縁解消アマンガスというちょっと半笑いですけど大丈夫ですか？はい、ファンの役職ですが、モーフィング入れてます。クールタイム15秒の慣れる時間20秒と結構最大限に強くはしてあります。よろしく、はい、はい、お願いします。クルデイ、クルデイです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 、うるせえ、うるせえ、うるさい。キーリングされていく。あ、バカ。もういいって、もうやめよう。死んじゃったえ？死んじゃったよこれ。どうしたの？何があったんですか？今もうすごい高田さんと俺がイチャ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 してたら下で切られてたグッチーが。切った人見えちゃったよ俺。あれ？え？あれね。ちょっと。トリッピー。やっちゃったんですか、テレビさん。またまたお茶目に冗談言っちゃって。トリちゃん。はい。実演販売するんだったら俺はスキッポっすよ。実演販売するんだったら俺は、それじゃない。パンポン。お。テレポトリ。あな。実演販売をさせていただきます。おお。皆様キッチンへお集まりください。おお。聞きたいな。包丁ちょうど欲しかったんだよ。聞きたいな。欲しかったんだろ。いや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 。嬉しいな。地獄への道として認定されてる。どうしよう。わーい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 。ここですか。皆さん、ここですか。やった。来た来た来た、やったー。この包丁なんですけどね、本当にこの切れ味が良くてですね、こうやってですね、ちょっと待ってくださいね。すげえ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 。なんと今ならたったの3000円、そしてなんと食材だけでもなくこのようにクルーも切れてたんです。おー、待って、これで、あれ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 、トリッピーじゃなくない？トリッピーじゃない。見てたらなんか包丁飛んできたような気がしたんですけど。どうすればいいかわかんないですけど、俺ね、ちょっと本当のこと言っていい？いや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 、さすがに通りませんよ。さすがにそれは無理よ。すいません、はっちゃん実は全部見てます。あら、教えてください、はっちゃん。教えてよ、何でも教えてよ。ピカクロスさん、はい、あなたですね。これ、はい、はい、ピカクロスさん詰めていいですか？書店の時にピカクロスさん、ななこにもう一個ネタありますよねって聞かれて、で、ないっすよないっすよって最初言ってたんですけど、これは次の近いもののために残しておいたネタのうちの一つなんですよって言ったんですよ。ってことは、まだある？なんだ、まだある？それは何の話？もう一回やってくれんのかなって。あれなんか頭おかしい今。トリップ俺ね、俺がもしインポスだったらあそこね、停電絶対しないっすよ。いや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 、するでしょ。やばい。あれ見たもん、トリップ。もうスケスケじゃん。スケスケじゃないか。どうしたの？いやいや、絶対違う、絶対違う。どこだったの？いやいや、違う違う、だってモーヒングだから。うわ
え、何があったの？何が起きたの？どうしたの？ぐちゃぐちゃにしてるけど、俺何も分かんない。高田さん、エンジンルームで藤宮さんとか高田さんと会って、本当に違うんですよ、実は。ごめんなさい、高田さんっていうことを高田さんに僕が弁明してたら、うん、いやいや、でも、お前しかないわ、ありえんわ、みたいな感じで、だってめちゃくちゃ見えてたね、みたいな感じでこと言ったら、昇降機の右からトリッピーが来て、高田さんが来て。二人いる。あのはっちゃんも僕、はっちゃんも僕そこにいたんですけど、明らかに高田さんだけを狙って来てましたね。明らかに。かなりじっくりこう位置を合わせて切ってました。間違いない。マジか。でミーティングルームがピカクロスアルト藤宮なんですよ。そう。うん。だからモーフィングはこの3人は絶対ありえないです、ね。あ、あの僕は。またなんか始まると思ってずっとキッチンに。ま、もうないんだって思って。キッチン。で、花子が来た。最後。いや、俺自分ミーティング行ってるよ。あなたいましたね。え、ミーティング行ってる。いないね。行ってる行ってる行ってるよ。右端藤宮、真ん中あると左端ピカクロスの夫人で。構成されてるから多分いなかった。いやいますいます、本当にいます。ピカさんマジでいます。すごい格好ピカさんマジでいます。え、ピカさんおかしいです。これマジでおかしい。ピカさんです。ピカさん。本当本当。はっちゃんピカさんが切ったって言ってたでしょ、さっき。いやいや、グッさんは無理、グッさん無理。はっちゃんさ、はっちゃん最後にさ、誰があそこら辺にいたか覚えてる？おお。覚えてますよ。最後。中野ちゃんほら声出せ、いるんだろそこに。中野ちぃ、いやもう意味わからん、意味わからん、なんかすげえなすりつけられてる、なすりつけられてる、意味わからん。うわ、なんか誰かわかんないですね。誰かわかんないですね。なんだろう俺。いやなんか中野ちぃじゃない気がするんだけどね。長野地じゃない気がするんだけど、この腹の部分。トリッピーさんが目の前でやってました。トリッピーさんですよ。なるほど、藤宮さんだ。トリッピーさんがやってました、目の前で。はい、もうじゃあトリッピーさんでしょ、これは浮きすぎでしょ。え、はっちゃん、トリッピーさんじゃないですよ。はっちゃんだよね。はっちゃん分かってくれるよね。はい、え、ちょっと待ってよ、フルコーンさん、さっきすれ違いましたね、アーカイブで。俺が？いや、俺はずっとキッチンで実演販売してた。あ、じゃあ、モーフィングだ。え、待って、いや、中野っちはね、中野っちキッチンにいたよ。俺キッチンいました、キッチンいます、キッチンいます。行っちゃおう、行った方がいい。トリッピーは絶対違うから。トリッピーでしょ。え、違うよ、俺じゃない。トリッピー、トリッピーでいいと思います。トリッピーさん。いやじゃあ、トリッピーさん。クルーは藤宮に入れればいいの？藤宮さんに入れて、藤宮さんに入れて。いないんですよ。バイバイ。バイバイ。よっしゃー、やったー、ナイス。綺麗に勝ったぞー、やったー。終わったからまだ間に合うと思っちゃった。いやー、やったー、嬉しい。私がやりました。おい、中野っち、お前立体音響精査されないように黙っただろ、あの俺フルコンさんのモノマネしながら、あの走り回ってました。いや中野っちじゃないと思うんだけどね。誰だよ。